張りすぎじゃないですか、この格好。でも衣装に負けないようにやってみせますよ。紅白歌祭り、いつの間にか私たちこんな大きな舞台にも立てるようになったんですよね。こうして本番直前になってもまだどこか信じられないでいるんですけど、それでも忘れないでください、プロデューサー。あなたがいるから私も輝けるんだってこと。皆さんの新たな年がどうかいい年でありますように。私の精一杯の願いを込めて歌います。くるりっと。はっ、プロデューサー、何見てるんですか、やめてくださいよ。そうでした。あー、しまった。油断した。ちょうど今この瞬間を狙ってくるなんて。はいはい。ありがとうございます。まったく。この衣装、着丈や動きやすさはバッチリですよ。そのあたりのお礼は後ほど美咲さんに伝えるとして、プロデューサー、私に気を使ってくれたんですか？衣装のデザインのことですよ。私が好きそうなやつプロデューサーが選んだんじゃないですか？それですよ、それ。今回の衣装のイメージがあの歌姫物語のヒロインにすごく似てたから。ドレスを着て歌って踊って恋をして、そういうヒロイン、昔は確かに私の夢でした。そうですね、今でも夢です。ただ現実の私はなんだかいつもバタバタしてる感じでまあこの衣装を着てみたらもうちょっとだけ夢見てもいいかなって思いましたけど、少なくとも可愛いっていう人がいるうちはそのくらいはうぬぼれてみてもいいですよね。ちょ、プレッシャーかけないでくださいよ、もうでも確かに頑張らないと。紅白の勝負以前に自分の着てる衣装に負けるような気持ちだとお話にならないですもんね。なんだかテンションも上がってきましたし、夢のお姫様にでもなったつもりでやってみますか。私もアイドルですからね。ファンのみんなも一緒に夢見てもらいますよ。今日は後半戦のリハですね、プロデューサー。きちんと見ていてくださいよ。落ち着いて。そう見えます？それはまあ冷静に観察しておかないと、リハでどんなことを確認しているのか知りたいですし、
今回は普通のライブと違って赤組白組に分かれての勝負でもあるので戦う方法も考えたくて。戦うからには私もどこかに勝ち目を見つけたい気はしますけど。いえ、そうじゃなくて、私が考えているのは勝ち方じゃなくて戦い方なんです。言い換えれば見せ方ですかね。勝負よりもとにかく自分たちの出番を精一杯やろうって。私は弥生とのステージを楽しくしたいし、合間の寸劇や応援合戦でも存在感を出してみたいんです。はい、歌唱力やダンスのうまさじゃなくてって、もちろんプロとしてそれは大事なんですけど、みんなが自分の持ち味を生かして全力で臨めばそれが最高の勝負になるんじゃないかなって。白組はもちろん、赤組の静香や麗華さんたちも、他の出演者も巻き込んで最高のお祭りにしないと。さてと、メモ再開です。本番に向けてのペース配分とか盛り上げのポイントとか、みんなの分も。わかってますって。無様なステージにだけは絶対にしませんから。今年は秋月家親戚一同、店を休みにしてでも揃って番組を見るとか言い始めちゃってますし、はぁ、あ。ええ、勝ち負けはさておき、私なりの戦い方をしてみせますよ、プロデューサー。